さあ岡田2発目いくか。大チャンスだぞこれ。園田と岡田のぶつかり合い。赤ウーピン短期、欲張り短期、欲張り短期できたみたいなねそんな雰囲気ですよ、ね、いやちょっと辛い報酬となったが、しかし勝負に出た結果です。さあ今度3局、岡田の大物手が炸裂し連チャンとなりました。思えばこの2人は最強戦のね M リーグスペシャルマッチで国士無双13面待ちをお見舞いした関係です、岡田と水原。さあその岡田またしてもダブトンポンだ。元気に飛び回る虎の白が1枚総勢一面ず、これもホイツ狙いだ。そうですね、いきます。おっと赤馬引いた園田、一面ずプラス2面。水原はこちらはマンズで一面ず総勢で2面です。大好きは2面ターツが2つ。風灰を全部1種類ずつ持っている水原、やや苦しい形も見えるか。大輔パーピン引いて引き締まる。ドラが岡田さん1枚だけ、赤が園田さん1枚だけですもんね。今岡田に行きましたか。ああそうです、パーピンですね、うん、はい。ここからのツモ次第ではちょっと展開が大きく変わるかもしれませんね。うわ本一もいらないですね。まあいらないですけど、はい、あの視野も入れて何から打つんじゃないですか。三層などを引けば、うん、あっという間にという感じもします。ウーソーとかでも多分あの、うん、ポイントいくと思いますね。はい、6球層引いてテンパった時が一番難しいね。半数ピン取るのか。まあ、リャンゾーがねあんまり横の広がりは優秀なパイではないですからね、はい、ですね。さあ岡田2発目いくか。大チャンスだぞこれ。ここでスーピーヒュッと引けたら6球層めちゃくちゃ上がれそうですもんね。もう、うん、スーピンは1枚、しかも1万2000だもんね。はい、こう白あんこになるとかもあるもんね。ありますね。うん、うん、パーピン2枚切れ。おお、でもペンチーマンじゃなくて、まあ、7、8、9狙いと。なんか岡田さんもそろそろ想像引かないので、はい、本一っぽく見えるのが嫌だから、リャンゾの方先に切ろうかとしましたね、今ね。6球層残った時には本一と思われたくないですもんね、うん、うん、ちょっと受け気味に進めているか、大輔。いっそ本一まで行くか。1万8000だぞ、はい、形は関数ピンよりね、関数ピンの方が優秀ですよね。なるほど。ああ、スーソーつもぎったか。ただ3ピンウピンっていくと相当ソーズっぽいもんね、なんかね、それを嫌いましたね。チータですか。ああ、しない。さあ園田がイシャンテン、シゴロ含みですよ。ウーピンは、ウーピンはあら三山じゃないですか。おー、園田と岡田のぶつかり合いと、うわ、しかしソーズの24がちょっと痛いかもしれない。まあこう来るんであればね、こう来るんであればね、はい、はい。ただね、あの意図ははっきりしてますので、はい、しょうがないですよね。これ白1枚捨てるもありますよね、こうなるとスーピンとか引いた場合は。あー、スーピン引いた場合はね、ウーピン切っちゃうとかあるのか。ただ跳ね回はもったいないよ ね、 ちょっとね、もったいない。すごい手ですよ。ダブトンをポンしてる岡田の手には白があんこになっています、はい、ドラです。白だから赤ウーピンは切っても跳ね回ですからね。はい、何が来る。引かない。園田が引くか。来ない。こっちも決めた。カンウピン決めた。3ピンが薄いとかではないが、2ピンが合わせましたか。通った時に切っておかないとってことですか。大輔さんインシャンテン、久しぶりインシャンテン。テンパイ3
三品短期あるか。三品短期にそうですね。赤ウーピン短期、欲張り短期、欲張り短期、三品短期でもこれでウーピンチーしてたと思うんだよな。本当ですね。はい。多分赤ならなおチーしてるような気もする。これウーピン短期え何枚あるんですか。2枚。2枚ありますね。うわー、岡田来るか。リアンパス振り手。振り手どうするのかな。振り手に取るもありますね。リアンパーソは自分の目から見て場に1、2、3枚、自分のあ4枚リアンパーソ振り点。これだといい数値層引いてきたとき白打ってるんですよね。ああなるほど、サブロ9層の変化ですね、うん、これスッチー層で追いついてチー、お前さ数層で上がれる園田、うん、うわどうなるこれ。テンパイだ、ペンチーマン、闇点、3色の闇点です。大輔、うわこれ小さまるね。スーピン、タンヤもついた、はい、どちらでも上がれるようになりましたね。はい。てか岡田さん、詰まると8000オール流行ってるね。2枚、8000オール2枚です。3万アンコ、これで園田は数層でも上がれるようになりました。はい、これ一応役はなくなりますけどね、あのこっちを切って短期にしておくと意外と安全に出ます。8000オールにやば。大輔の前で起きて破りの8000オールは、はい、岡田さやか桜ナイツ来ました、来ました。1万2000に続いては4000オール、あ、すいません8000オール。ダブトン、ハク、本一、赤、ドラさん、9班、大輔の8000オール2発、佐藤の8000オール、岡田の8000オール。実際8000オールってこんな簡単出ないですよ。いや出ないですね。出ないですよね、はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。またこの曲が見たいなどのリクエストもお待ちしております。